こんにちは、森藤です。こんにちは、森です。森プロに久しぶりにまた登場してもらいましたですね。で、久しぶりのコース動画、コース動画になるのかな。で、まあ、今回回りながら、まあ、視聴者さんのリクエストでもあって俺らがいざ打つやつをちょっとレッスンしていこうかなっていう。ほほほほ、なるほど。それを見たいっていう。ちゃんと俺ら打ってそっからどう打つのかとかの。はいはいはい。じゃあ別に曲がってもいいんですね。曲がっていいよ。 OK です。 OB はダメやねOB レッスンになるもんね。そうかそうかそうか、他打ちますがダメ。そうかそうかそうか、まあ、それをやっていきたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。打ち下ろしのこれね、何回も動画で出てきたけど、俺らはワンオンするようなホール、キャリー300ちょっとかな、打ち下ろしが結構あってちょっとフォローめで、まあ、僕らはドライバーで行くけど、まあ、刻む人も多分おると思う。両サイド狭いけん、あれ分かるかな、右がちょっとブッシュみたいになってる、あそこに届かない距離で刻んでもいい。あそこだったら多分200いらないぐらい。まあ最悪右ミスで、右ミスの場合やっぱね、スライスする人とか分かると思うけど飛距離が出ないんでセーフになりやすい。それをちょっと踏まえて打ちます。で、打ち下ろしの場合目線低くすると肩がちょっと左肩落ちちゃうんで、目線ちょっとまあ平行ぐらい。フィニッシュ取れんやったけど、めちゃくちゃいいと思う。絵的には悪い。お願いします。お願いします。森プロの場合、うん、ちょっとこうフェードやもんね。フェードです、ね、左から右に曲がるボール、はい、その場合は打ち下ろしの場合は打ち下ろしは僕は大体、まあ、このロケーションだと左に木ないじゃないですか、うん、なんでもう基本もうグリーン方向に出すよ、グリーンよりちょっと左ぐらい出すイメージ、うん、出とけば右行くってことね、はい、だから絶対左に行かない打ち方をするっていう、うん、スライス出たとすればあの右には行かないの。そう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 、手前よね、飛ばない、はい、飛ばないんで、もう多分ちょうどいいとこぐらいに落ちると思うんで、はい、目線とか目線は僕は大体さっきも言った通り上ですね。ちょっと上よね、はい、やっぱ下向くと突っ込みやすくなるんで、落ちやすいよね、はい、お願いします。お願いします。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。ま、全く違う球筋で乗ったやな、これ。いや、乗ったらいいけど。ナイスショ、ありがとうございます。ありがとうございます。ここでちょっとアモンさん打ってもらいたい。いい、いい。今ちょっとカメラマンやってもらってる人がアマチュアゴルファー代表みたいな、ね、この前もちょっと動画出てもらってアモンさんって言うんやけど、その人にこの俺らの距離だとワンオンするけど、アマチュアの方でやっぱワンオンするってあんま少ないと思うんで、その攻め方をちょっといいっすかね、いきなりちょっと打ってもらっても。わかりました。その攻め方をいきなり左にね、やっぱほらあの空振りだけじゃ終われんやん、やっぱ。そうですね、そうですね、はい、ちょっとそれ見てもらって、俺ら二人でちょっと解説しながら、はい、OK です。お願いします。わかりました。はい、アモンさん、あ、アモンさんです。アモンです。アモンさんの距離どんぐらい平均で。いやー、250ヤードぐらいですかね。250ぐらい、はい、まあ本当はドライバーを持ちたくないなって思うとこですけど、うん、ドライバーでかみたいな、行きましょう感じですね。で、まず打ってもらった方がいいよね、はい、ですね。じゃあちょっと出してもらいます。お、帰ってきた、おいしょ、帰ってきた、お、帰ってきた、おいしょ、帰ってきた、うまっ、ナイス、ナイス。危なかったですけどね、今のもうまい。結構いいとこじゃないですか、あれね。まあ、抜けたところに飛んだかなっていう。こう立つ位置見てわかると思うけど、俺らはワンオン狙うで、こう向くでしょ。でも左狙えない方はやっぱこっちに立つ、こっちに立つとやっぱ左が見えるんで、
それはすごい。なんか左を消したいんですよ。なので、で自分がどういう球を打つのかをまずは分かってほしいね、はい。でもめちゃくちゃ上手くなってない？まあももろさんにもいろいろ教えてもらったからね。もうすごい。うん、まあ二打目ちょっとアモンさんのとこから俺ら一緒に打とうかね。あ、オッケーです、オッケーです。はい。あざす。はい、二打目。はい。99ヤード。ちょろし見てね。はい。右ピン右左足下がり。でもこの99ヤードという距離がちょうど間の距離なんですよ。54度が100ヤードちょっと、105ヤードとか105ヤード、58度だと90ヤードぐらい頑張って、奥に越えるのは嫌なんで、うん、手前でいいかなっていうので58度でアフルショット、はい、とりあえず、ね、打ってもらいます。はい、はい、9、うまくね。9、あ、戻るか。あですね、なんかちょっと届かない。まあでもこの場合ってさ、こう左足下がりって距離出らんよね。で、そうっすかね。でも自分の場合はスイング的にちょっとダウンブローが強いんで、そんな変わらん。あのどっちかというとちょっと前に飛びやすくなるっす。こうちょっと立って入って、あ、なるほど、はい。俺はやっぱこう左足下がりってなるとフルショットできんやん。さっきこうフルショットしたらミスするっていうやん。ですね。それは絶対する。左足下がりでフルショットするとこっち打ちやすいって。はい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 、こっち重心で俺は振り切るんやん。だからちょっと出ないんですね。だけちょっと俺は距離を抑えたい。で60度で打つ、58でしたっけ。58。でも手前 OK で打ってるから。いいよね。まあまあ、そ、あの、あれは正解っちゃ正解ですね、うん。でも手前 OK で打つならあれは左手前に打ちたい。ああ、そういうことですね。左半分を使いたいけどやっぱ OB が見えるんね。そう、やっぱりどうしても左に引っ掛けるミスが多いんで、うん、ちょっと右向いちゃったっていうのも。これ左足下がりはちょっと捕まるやん。捕まります。左に出やすい。はい、ちょっとじゃあこれかけてみます。はいはいはい、左足下がりで俺はちょっと短く持って、左足下がりの分ちょっとこっち重心で止まれるように打ちたい。理想は短く持ってで、ちょっと左右に置いて、うまい。ああ、ちょっと抑え気味。うまーい。ちょっと抑え気味。おいおいおい、入れ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 。なんだあれ、ほらあれ以上のショット見せれんけど。ああいう感じ。こうイメージ、こうイメージはどういう感じで短く持って、左足の高さ変えずにこう。あ、なるほど。したらフルショットできん。でも元々フェードの人はまた違う考えと思う。だけどスライス出る出やすい人とか、まあ、あれはもううまくいきすぎた。ピンを攻めたいっていう。いやいやいや、あれちょっと完璧すぎます。あれはもう手元に落ちましたね。もう打んでよくない？いやいや、モリプロのもみたい。そう、モリプロの打ち方。ダウンブロー入りやすいっていう点。そうですね。これ何度で打つ？これ52です。52で。52。やっぱちょっと大きいです。大きいですね。やっぱ58では打たんよね。あ、なるほど。結局戻ってああなるけん。58はやっぱあれ傾斜してるじゃないですか。奥が高いんで、もう絶対戻ってくるんで、あ、フルショットしたら。やっぱプロはやっぱアマチュアと違ってやっぱ3つ4つ考えてることが違うですね。多いね、やっぱり。やっぱアモンさんは80ぐらいでもあるやん、うん、だけどちょっと上手いけんあの球が出るけど、うん、やっぱ90、100打つ人はスピンかからんやん、うん、で余計振ってしまうやん。なるほど、なるほど。だけどワンクラボッキーので短く持つことでフルショットをせんわけよ、うん、アマチュアの人結構ほら100ぐらい打つ人ってこうフルショットするけん左足下がりはやっぱこっちに当たるもん絶対。あ、でこっちを意識して打った方がいい、ね、でもモリプロは自然とそのダウンブローやけん全部。あ、なるほど。わー、うまっ。球これもでかい。戻れ。戻る。ちょっと大きいっすね、うん、でもやっぱあれ OK で打つんやね。なるほど。手前 OK で打つとやっぱ絶対戻るやん。ですね。
アモンさんみたいなショットになるし、ミスをしやすい。やっぱフルショットするとミスしやすいって。いや、ミスしやすいですね、やっぱり。やっぱしやすくなる、うん、逆に今度緩んじゃってミスする。短く持ってちょっと打っても、その分短く、うん、1球打って。2人とも多分これで見れば分かるけど、ちょっと左向く、まあ、オープンじゃないけど若干でも左向くっすね。やっぱちょっと右に打ったんやね。右に抜けやすいんで、ちょっと今のを踏まえて短く持つ、ちょっとオープン、モリプロのダウンブローを意識するために、こっちをちょっと意識、フルショットではない。なるほど、はい、短く持つことで緩まんでいいけん。なるほど、しっかりめのその左足意識で、はい、アホさん、左足体重になってないっすよ。全部右やん。ちょ、もう一回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 、振っていいっす、振っていいっす、振っていいっす。いや、上げてもらっていいっすか。はい、振ってもらっていいっすか。おー、全然違うでしょ、違う形が。だけど、それだけこっちに乗ってるんですよ。なるほど。はい。マルゴルだけね、全体に行き過ぎ。なるほど、ここだけよ。あ、ここだけ。こっちに乗ったらダメですよ、はい、打つときに、はい、こう、はい、はい、押さえておきます。はい、うわい、うわい、ほら見て、フィニッシング今閉まっとったでしょ。今プロっぽい、はい、ナイス。明日ほらプロみたいに奥に。全然違います。したらほら、タワーも全然ね、こんや。今の綺麗、気楽に打っていける感じがしますね。次行きましょう、次行きましょう。はい、2打目、はい、ピンまで37とかかな。37、はい、止めますか、転がしますか。1,2,3 で止めます。うえそのイメージ。ちょっと上りやけどね、はい。これもつま先上がってるんで、ここもう分かるかな。まあ自分の場合つま先上がりは基本なんですか、ちょっと上げます。あんまりこうしません。手元を上げる、手元を上げる、はい、ちょこっとですね。普段こう構えてるとしたらちょこっとだけ、うん、僕はですね、こうなんか行き過ぎるとこう突っかかりそうで、うん、なんでちょっとだけ上げます。で、僕はちょっとフェース開くんで、開いて捕まりやすいんで、ちょっと左に振って低めに出していきます。うん、打っていいですか。はい、うわ、いい音した。あー、入る。あ、でかいでかい。あー、でも止まった。ああいう感じです。トントン級で、はい、トントン級で。やっぱ開いた方がスピンかかりやすいね。かかりやすいですね。開いて、でもこれを閉じると、手首で閉じると、うん、なんですか、ちょっとポコッとなるですね。ああ、ちょっと上に上がる、はい。これちょっと難しいけどね、なんか動画何回か見てもらって打ち方を説明難しいよね、やっぱ難しいですね。あざす、はい、ナイスです。20ヤードぐらい、20ヤードないぐらい、まだ20ですね。20、まあ20ぐらいで、うん、はい、ガフ、左足上がり、はい、つま先上がり、うわ、これは俺は、はい、勝手に今球上がるやん。上がります。でラフだけちょっとドロー回転みたいので打ちたい、はい。ちなみにですけど、目線ってどこも、もうあの俺落とすとこやねん。まあこれだと10ぐらいですね。ちょうどその色がちょっと濃ゆくなっとる先ぐらいですか。あ、そうそう、濃ゆくなっとるとこぐらい。うん、なるほど。落ちても最悪手前でいいかなって。ははははで、傾斜なりに何か上げたい。ははは、こうじゃなくて。ああ、なるほど。ちょっとでラフの分ちょっと開く、はい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 、閉じる、勝手に閉じる感じで、はいはいはい、でちょっと右かな、ボールは。そうですね、ちょっと捕まりやすいんでね、はい。でもほら、これ結構ラフが被ってきてるじゃないですか。 その分だけちょっと開いて、なるほど、閉じて、はいはいはい。開くのはどういう意図で開くの？
ラフでちょっとこうかぶりやすいかな。あ、ちょっと引っかかったりするのを防ぐために開く、うんうん、他の時はやっぱ抜けよくするために開いたりもある。やっぱりちょっと開くと引っかかりが軽減されるっていうか、普通のとこはね。あ、ここはちょっともう突っかかっていいって感じで打つ。あ、なるほど。てかどっちにしても突っかかりますよね、うん、左足上がりの分ちょっとこう、わあ、ちょっと止まりました ね、 ね、ちょっと上りのところに落ちた分、うん、でもまあ悪くはない。手前でいいって言ってましたもんね。ちょっとグリーンやわい分こういったけどです、ね、本当はちょっとドローでこういってほしかった、ね、確かに。はい、3段目ちょっとこぼれてきましたね、手前に。こういう時って僕なんかもうちょっと左右足寄りに置いて絶対ダフったりしないようにしたいなっていう感じで、けど左足体重にしてもう振るような感じなんですよね、うん、なんかこう気をつける点とかってありますか？いや多分今ので完璧だと思うんですけど、今の完璧、まあ、刺さるか、はい、でカツンっていくか、ね、そうだからそうカツンっていってトップをしないようにできるだけ手を使わずになんかこう体で打ちたいみたいな感じで打つ。あ、両脇締めとったらいいですよ。あ、なるほど、両脇締める、はい、ちょっと強いですよね。うまいけど、あ、なるよね、うん、さっき説明受けたやつだった、うん、こうやったらもう体で打てんやん。打てないです。体で打つのはもうパターンみたいなアドレスにせんと。あ、そういうことですか。体で打ちたい、うん、けど突っつきたいアドレスになってるけん。あ、なるほど。それならもうね、ピッチングとかで体で打った方がいい。9番これくらいやったら9番が良さそうですけどね。俺もめっちゃ打たんねん、うん、俺もパターです、うん、やっぱりこの辺、まあ、パターパターです。パターみたいな構えで体で打つのが一番いい。なるほど。ウェッジで打ちたいな。手前に乗って強めに打てますよ。まっすぐやん。ナイスパ。ナイスパ。ライン読めてない。ナイスパ。そういう時もある。これ簡単。はい、まあ上げて下ろせば入るんで。フェース当たった入る。はい、めちゃくちゃ無理するてか若干引っ掛けたっす。若干引っ掛かった。ナイスパ。ありがとうございます。うわー、返しやばい。あー、やばいやばい。これ結構いきましたね。ちょっと強かったですね。回収気にせんもんね。はい、じゃあもうな。くぅー、ボギー、ボギー。とりあえず1本目は、はい、1ホール OK っす。10番ね。 OK っす。結構でもなんかためになりそうなやつだったね。おー、俺がためになったかな。次はね、上りが続くから、また打ち下ろしの後はやっぱ大体上りくるやんですね。そこのレッスンをまたしたいと思います。よし、行きましょう。お願いします。よし、僕の公式 LINE ができました。期間限定で友達追加してくれた方全員にドライバー飛距離アップの特別動画をプレゼントします。もちろん無料です。 YouTube とは違って LINE だと動画が保存できるので気軽に見返すことができます。練習やラウンドに行く前に絶対に見てください。概要欄かコメント欄から追加お待ちしてます。